相手を感じるために、まあ、視覚と聴覚というのを使います、まあ、耳で言葉を聞き目で相手を見るわけです。でも私は一番最初に皆さんに言葉で、ね、私の言葉に合わせてくださいという話をさせていただきました。私の言葉通りに動いてくださいという指示を出したんですけれども、皆さんは目から入る情報で動いたということですよね。私がやった通りにやったわけです。何が言いたいのかって言ったら、耳から入る情報と目から入る情報であれば、目から入る情報の方が強いということをまずは分かっていただきたかったんです。これは新郎男の人ですね。こちら新婦が座ってらっしゃる。大正解です。これは2級の問題ではありません。こんなに見やすいはずないじゃないですかね。座ってもらうという方ではまあ、校長先生一番に座るという方が一番が最近多いんだよな。多いんだそうでございますよ。皆さんどうですか。それでは2番という方、はい、3番という、はい、4番という、はい、そうです。これで一番最初に何を考えなきゃいけないか分かります。そうです、安全というのはどこが一番死ににくいかということなんですね。事故した時にです、死ににくいのが一番ここなんですよ。だから神座がここ一番です。でね、一番死にやすいところっていうのはねここなんです。校長先生最近一番が多いって言ってらっしゃいました。やや危ない感じでございます。皆さん気をつけていただいて、